RD-0110 は液体酸素とケロシンを推進剤として使用するガス発生機サイクルのロケットエンジンである。RD-0110 エンジンはソユーズ、ソユーズ U、ソユーズ U2、ソユーズ FG、ソユーズ 2.1A の3段目であるブロック I に使用された。RD-0110 機マフトマき機、設計局によって開発された。 2011年8月24日に打ち上げられたプログレス M-12M 補給線は RD-0110 エンジンの故障が原因で打ち上げに失敗した。最新のソユーズ -2.1B とソユーズ -2.1V で使用されるブロックアイでは後継の RD-0124 を搭載する。 2018年2月時点ですでに初飛行から57年以上運用されている。オークブ -154 の SA コズベルグは無人のモルニアブロック I のためのエンジンを開発することになった。そのため RD-0107 が1960年から1961年にかけて同様にオークブ -154 によって設計された。 SS-8 サシンは ICBM のエンジンである RD-0106 を元に開発された。同様にボストークブロック ERD-0105、RD-0109 の開発経験も役立った。エンジンは1960年10月10日に初飛行して最後のモルニアの飛行は1967年10月22日だった。 有人仕様のボスホートブロック I のエンジンでは、有人仕様の 3K 基準を満たすことが必要だった。1963年に、オークブ -154 は、新型のエンジンを開発した。グラオインデックス 8D715P としても、知られる、RD-0108 は RD-0107 と同じ特性と性能を備えるものの、有人仕様の基準を満たす。 このエンジンは、ディスエンジンハドイッツファーストフライトオンノーベンバー16、1963年11月16日に、初飛行して1976年6月29日に、最終飛行したモルニア、M ブロック I のために、オークブ -154 は、信頼性を向上するために改良計画を実施した。この計画で、RD-0110 が誕生した。 受領試験の間に、とりわけ指導時の高周波数の燃焼不安定が観測された。しかし、燃焼室内の長手方向にフェルト製の筋を追加することで解決した RD-0110 の開発は1963年に9ヶ月かけて実施され、1964年に初飛行した同様に、ソユーズの3段目では、 すべての形式に2.1ビットの RD-0124 が登場するまで使用された。1350回以上飛行して、累計336,500秒間燃焼して、依然として毎年多数が飛行する。RD-0110 は、クバカがちょうどロケットエンジンの設計に参入した時期に開発された。多くの調査の後、 単純と信頼性が設計の主な目的だった。この理由により液体酸素と RG-1 のポンプが単軸式でタービンで駆動される統合された設計になった。許容できる吸引性能をもたらすために RD-0110 のターボポンプは流入口が2箇所ある背中合わせの延伸跳ね車を備える。これにより加圧ポンプを追加せずに 相対的に低い流入圧力で作動する。タービンは燃料過剰のガス発生器によって駆動される。ガス発生器と燃焼室の点火装置は加工品によって点火する。エンジンの制御は調節器と便の設定で行う。水力は100%から90.5%の間で調整が可能で緊急時に短時間であれば107%まで調整できる。開発中。 燃焼の不安定性が観測された。問題は噴射装置に起因することが判明した。最終的に液水浸材延伸式気化設計を最適化することで解決された。認証試験中に起動時の高周波数の燃焼、不安定性が依然として観測された。起動時の不安定は60から80回に1回程度で、稀、ま、で地上での受領でのみ発生したものの、 この問題を解決するために大きな労力が注がれた。音響の調査とモデリングにより解決法が見つかった。6本の可燃性のフェルト製の筋が燃焼室内に縦方向に設置され、工場的に解決した RD-0110 は燃料を冷媒として使用する再生冷却を備える。他の大部分のソビエトンの設計と同様に波型の 冷却ジャケットで挟む構造になっている。ノズルの下部は外部の打ち張りはなく、軽量化のために波型のジャケットが剥き出しになっている。この区画は構成である。首レブは高温にさらされるため、この部分は熱伝導性に優れた銅に溝をフライス加工して打ち張りが施されている。首レブの上部に円管状の隙間のフィルム冷却装置がある。 RD-0107-0108-0110 エンジンはボロネジ機械工場で生産される。RD-0107 は改良され、3形式がある。ありがとうございます。